はい、じゃあ今日は、この間はそうですね、ストリングスで音を、和音をつける、コードをつけるところだけだったので、今日は少し展開するところを、ちょっとやってみたいと思います。ここの課題曲のところには8ビートって書いてあるんだけれど、8ビートじゃなくて、今日は結構皆さんが割とやってみようと思うことが一番多いかもしれない。ボサノバで、やってみたいかなと思いました。選んだリズムは、ラテンのボタンを押してもらって、ポップボサの2、ポップボサ2、テンポは今は140ですね。どんな風になるのか、ちょっと私が一回ワンコーラスだけ弾いてみるので、聞いてみてください。こんな感じでいきます。4拍子なので、1234、ちょっと8ビートをかけてみます。もうちょっといくかな。4拍子で取るんだけど、ボサノバサンバは基本的には2拍子なので、1と2と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 で取ります。ベースラインとか、このバスドラをやっているところ、バスドラムね、ドゥドゥンってとこが、本当はバスドラムじゃなくて、サンバとかボサの場合には、スルドっていうね、ドラムのいうキックみたいな感じじゃなくて、スルドっていう、なんかドゥーンっていう、こう大きな太鼓で刻んだりとかするんですけど、ちょっとね、あんまりタイトな感じじゃなくてね、2拍子なので、1と2と1と2と。で、いきなりベースをなんかこういろんなことやるんじゃなくて、まず例えば、2拍子で刻んだり。2拍子で刻む。2つで刻む。で、その後に、その2つ目の音。この例の前に前段音としてベースを取るといいのかなってね。だから8ビートだと、ボサノバだと、こんな感じになると思うので、ちょっと全然書き方は一緒なんだけど、こう取るリズムの感覚が全然違うね、2拍子と。もう一度それに、ちょっと気にしながら聞いてみてください。こんなような感じで、1、